こんにちは、鈴木かな子です。私の人生の中で大きな支えとなってくれているこのトロンボーンと盲導犬、そして新たにブラインドメイクというものに出会い、私の中で大きな宝物となりました。そしてブラインドメイクに出会って、今まで気づくこともできなかったとても大切なことに気づくことができました。そんな人生の変化をこのブラインドメイク物語という本の中に書かせていただきました。いろいろな視覚障害女性がこのような人生の変化をこの本の中でありのままに語っています。ぜひ皆さんお読みいただき、ブラインドメイクというものがどのようなものなのか、そして見えない女性たちがメイクをすることによってどのような変化をしていくのか、そんなことを知っていただければと思っています。ぜひお読みください。